行こう。これ動画じゃないだろうね。ええ動画じゃないよ、ね、動画じゃないよ、大丈夫だよってことに水平はなってんだろうか、ちゃんと意識して食べらんない、もう途中で切ろうよ自意識過剰なんだから本当にそう、年寄りのくせによ、若ちゃんは綺麗だとお茶乾杯、おめでとうございます。どうもありがとうございます。なんか何回この度はさ、だってサマーライブでたっぷりお祝いしてもらって、 その後のマルセンさんの天ぷらそば、おそばの前にうなぎがあったんだから、まずコストに。あれは若ちゃんとより私がどうしてもあの牛の日でちょっとでもいいから食べたいっていうね、うん、そのこうおこぼれが、おこぼれっていうか、ありがとうございます。あれ半分だからね、うなぎが届き、天ぷらそばが届き、一緒に食べ、これあとさらにサマーライブをやって、あその前にね、お祝いがまだまだ祝いたいというね。これ若ちゃんに元気玉の、元気玉ケーキ、夏みかん、あ夏みかんなのこれ、夏みかんケーキって書いてあったよ。ありがとうございます。じゃあちょっとこれケーキ入刀、これ取らなくてダメなの、ケーキ入刀。でもこれ初めてだね。ね、あ美味しそう。こう開けて、しかもお母さんそれあれでしょ、ニューソファーじゃないですか。そうなんです、私が2ヶ月前に腰病んで、ソファーが欲しいと。そう、テレビを見る椅子がなかったんですよ、それでイオンに行ったらば、なんだっけ、世界のフーライボーって、世界のフーライボーさん、店名合ってるだろうね前にね、あのこのテーブルを買った、あそれもそうなの。そう、これはもう1年になる、それでね、店員さんがすごくいい人で、ビオラちゃんっていう名前なんですよ。待って、それだから名前言っていい、いいか、いいって、いいって、ビオラさんどうもお世話になります、娘のワッコでございます。とってもいい人でね若ちゃんより若いよ。ビオラさんって名字ってこと？違う、ビオラっていう名前、ビオラ。すごいね。私が間違っていつもくるみちゃんとか言っちゃうのね。くるみちゃん全然違うよね。ビオラね、顔が可愛くて、なんかくるみちゃんっていう感じの人で、若ちゃん多くていい？お母さんこれ半分いける？ちょっと多いか。これの半分にする？する。どうなってんの？この半、これでいいよ。この半分にする？若ちゃん。じゃあとりあえず縦に入れて。若ちゃんは半ホール食べちゃうんでしょ？私はまあ食べちゃう。じゃあ若ちゃん。あ、私もっとちっちゃいのでいいか。あ、じゃあとりあえずはこう可愛くいただいて。ちっちゃいじゃない若ちゃん。お持ち帰りでもいいしね。え2個にしようか、2個にしようか、ね、生まれて初めて食べるねこの夏みかんケーキ、ね、そうか。じゃあそのフライボーさんで買わせていただいたこのピンクの可愛いソファーにね座って、イオンでしょ、イオンのね4階、4階、欲しい方はイオンの4階に行って、あのエスカレーターに降りたところにそれがポンと置いてあったの、私見た、そういえば見たでしょ、あったよこれと同じの、そうだ、それは試供品っていうか、試供なんていうの、それで私それ見て、これちょうど私がテレビ見るのにちょうどいい、本当今も見てんだけど、でベージュだったんだけどちょっとねいろいろあって、あでもピンクのがいいんじゃないお母さん、そうだね、女の子らしくて、でうちってね言ったんだけど女系家族で子供も孫も女の子だから、ね、遊び来た時ちょっとこうね、そっかそんなとかね、なんか家にこうちゃんと納品に届けてくれたんですって。それでね、そこはあのフライボーさんいいのはね、いろいろ相談に乗ってくれるわけよ、人生相談恋愛相談どこに置いたらいいとか、そうでしょうね、あのなんとなくね、だからあのなんていうの、ただ売っちゃえばいいっていう後のフォローをちゃんとしたいって僕は言ってた、店長様、店長様どうも、お母がお世話になりましてありがとうございます。店長さんっていうその女店員さん、あ
店員さんなのかな、ビオラちゃん、あ、いいんだね、ビオラちゃんがいい人、うん、あ、ビオラちゃんも両方それで挨拶しなきゃな、2人でね、木曽路の弁当食べに行ったら美味しかった、うん、それ関係ないかな、木曽路の弁当をその後食べに行ったんですか、だから若子にね言っときます、そのうちにも、あ、私がここに持ってきてくれるかもしれない。それお母さん全然関係ない話ですよね。その人は食べたのはね、うん、焼肉弁当食べた。焼肉弁当を持って、うん、今ほらお持ち帰りできるから。はいはい。あの言っとくけど私うなぎのね、うん、弁当っていうのがあるから。な、何軽く私にこう。なんとなく言っとけばね。あ、かしこまりました。二人で持ってきてくれる。各まで入りましたよ。じゃあちょっとねこれいただき、あ、フォーク、あ、これね。じゃあお母様ありがとうございます。もう誕生日祝いここまでですね、さすがに。もう18日から何日経ってんの、今日23日ぐらい、今日は金曜日で、え、もう24じゃない、あ、24日、今日はねスポーツの日って書いてある、あ、本来オリンピック、うん、そう、今日が、うん、が始まる日とか、じゃあちょっとだからだ、今日ねオリンピック本来ねっていうことなんで、アスリートの人がたくさん出てたテレビに、あの、なん、池江璃花子さんってさ、病気から治って、あれ、白血病になっちゃった。綺麗な方だね。あ、美味しい、お母さん。どうぞ、どうぞっていうか。酸っぱい、甘い。あ、全然酸っぱいとかじゃないよ。自然な。うん、コーヒーによく合う感じ。あ、そう。うん。ただなんかチーズケーキみたいだけど違うの、スポンジオレンジケーキって感じ、ボソボソしてる、あのコーヒーと一緒にいただくととても美味しいございます、いただきます。あのオリンピックといえば今度ティールームジュンさんの和コリンピックっていうのがあるんで、うん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 、知ってます、あの東武線の歌を思いついたとえ、出だしが今はあれ、なん、東部スカイツリー、東部スカイツリーライン、東部スカイツ、今は東部スカイツリーラインで、でも私は東部電車が大好き、昔のほら東部っていうね、でも私は東部電車が大好き、その理由は内緒、全国から見れます、その理由は内緒。以上？それであるよ。ちょっと続きも。なんだっけ。夏休み、帰省するとき、ガタンゴトン、ガタンゴトン、北へ向かう。立て橋を過ぎた頃、うちの下の娘が寝ちゃってグー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 、すごいね、なんか語りになるね、私とお姉ちゃんで、赤ちゃん、早く、ちょっともう足からにすくんで、すくんで、まだ赤ちゃんだったからね、可愛かったよ、なんかその歌って語りになるね、きっとね、新しいお母さん、途中からも語りになって、で、また歌に戻る、みんな可愛いね、私も娘も可愛い、ワンピース着て出かけたよ、そりゃ綺麗だったよ、若かったから娘もちっちゃく可愛かったよとか、ね、でもそういう歌あってもいいよね、あのミュージカルあのいいんじゃないですか、これさ入れたら切りないよね、うん、確かにずっとおばあちゃんが待ちかねたように嬉しそうな顔して走る。あ、なんか覚えてる、それは。覚えてる、うん、家の前にちょっとした川っていうか、う、ね、かかってて、こう迎えてくれて。そう、それでね、おじいちゃんが夕方、あんまり言わないが、七福っていうパン屋さんから菓子パンいっぱい買ってきちゃうんだよね。うん、それがご飯の前だからちょっと困ってくる。本当にみんな可愛がってくれてたね。私ほら一番
あの世代だと一番下だったから、うん、その第三世代みたいなまだいたけど、うん、あの世代では一番下だったから、そう、可愛がられてたね。とにかく若ちゃんはなんかほらオセロとかやると負けると泣くからわざと負けてくれたりとかして大変なの。こっち気使って泣かせないようにしてたのに、トランプとか お姉ちゃんとね、ほらちょっと風邪しない、ほら半分泣くべし、プールとかやってもね泣くべそかいちゃったりね、よく泣いてたね。そうして帰ってきて、あ、でも東武線で行ってたわけじゃないの、お父さんの車で行ってたか、足利。いや、でも3人の時は必ずあれでしょ、うん、電車だった。電車だね、必ず寝ちゃうんだよね、若ちゃんがね、うん、いやなんかこう東武線の思い出というよりは、うん、まあでもいいか、うん、東武線から発送して帰省した。だってみんなほら帰省した時って、うん、ジジババが待ってて嬉しいじゃん、ね、いじめられるってことないもんね、おじいちゃんおばあちゃんに、ね、で夜になるとさ線香花火したり、あと蛇花火って覚えてる？蛇玉、まあ、私大好き、ここつけるさ蛇玉一番好きだもん私。なんかあれが臭いんだよ。臭かったかな、臭くはない。線香花火ってこうピピピピピ、ね、花火ね。この間は出羽公園、出羽公園のあれは誰が主催なの？出羽地区の地域の方々なんだろうけど、いや、ここの七座も入ってるのかな。入ってると思う。結構立派な花火だったよね。あ、若ちゃんのライブの日の夜よく出かけたね、ライブやった後に。タフだね、やっぱりタンクポップは。タンクポップはまあタフかな、よく食べるからね、うん、だって飛び跳ねるもんね。飛び跳ねたりギター弾いたり、うん、おかげさまで健康に産んでいただいてありがとうございます。いつもなんか私はそんなにタフじゃないのに、うん、タフだよね。いや誰かがね、お母さんが元気だから元気なんですねって言うんだけど、うん、いや私はそんなタフじゃないけど、ま、お父さんはタフって言えばタフかな。あのね、誰がタフなの？あのほら常に歌やってたじゃない、歌。じゃ腹筋が鍛えられたんだ。歌ってすごいやっぱいいんだって。あ、体に。うん。こう腹式だとかさ、うん、あのね深い呼吸常にふーって吐いたり、うん、息吐かなかったら歌えないじゃないですか。長く吐いたりするじゃないですか。あの玉もこれもこういうときだから。そう、それってすごいいいんだって。昨日言ってたよ。うん、歌手で。うん、あの口先でプチョプチョと可愛く歌うんだったら、うん、胸の呼吸でいいっていうの、うんうんうん、これで、ね、きちんと、うん、大きな声っていうかね、うんうん、そういう時は腹式呼吸ですねって、うんうん、あれ誰が言ってた、あ、広瀬香美さんのなんか、あ、なんかやってるね、なんかすごく今流行ってんだって、うん、すごいそれで言ってたって言ってたからさ、確かに歌はいいよね。ちょっと東武、題名なんだろうね、東武線の歌、東武スカイツリーラインなの、それ題名は。ただバカちゃんちあれの帰りにふっと出てきただけなの。あ、そう、うん、だってあそこでさ遠目に東武電車がね、うん、見えるんですよ、知ってるよね、あれ見るとね懐かしくなっちゃう。姉の家に遊び行った時ね、ちっちゃいっていうか実はそれは内緒なんだけど褒めてもらってね、夜明けっていうかさ、こうドンゴ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 ドンって聞こえるの、うん、こっから聞こえるんだって、聞こえるよって。姉の家は河原曽根っていうところにあるんだけど、周りが静かだと聞こえるんだよね。これさ、の残してたのは何なんだけど、食べちゃおうかな、半分にしちゃうんだよ。え、若ちゃんが全部食べちゃうの？
半分にこれを半分にまたしよう。じゃ全部食べちゃうの赤ちゃん。おせんべいあるよ、おせんべい。おせんべいも切っちゃった。あの食べちゃった。あ、だって大体は赤ちゃんのなんだからね。これさっぱりとしてるね。じゃこれお母様後ほどのおやつに。というわけで、あのね、ちょこちょこカットはされたと思いますが、そろそろやめないと。うん。ティールームジュンさんのワコリンピック、ミュージックワコリンピックにて、しーちゃんの東武スカイツリーライン。いいよ、それ。ただ浮かんできただけなんだから。いや、でも、それでも出ていいよって言うとみんな安心するので。そうだね。そうだ、それがいいんだよ。そう、うん。みんなプロみたい人じゃつまんないね。そう。お母さんも OK。そう、お母さんも。悪も OK。悪も核も。思い出すとおかしくて、の名前はね、このお兄ちゃんってメアリーちゃんあ、そんなことはアックに失礼だよね。いいと思いますよ。他の人がやっても面白くないんだよね、きっとそれね。あ、面白いというわけで、はい、お母さんありがとうございます。どうも。これで7月18日の誕生日のセレモニーは全部終わりましたね。ありがとうございました。皆さんお付き合いいただいてすいません。どうもありがとうございました。変な親子でした。漫才親子。おいしいぞ出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすね。